正力賢治は昭和16年5月29日、香川県に生まれた。正力は中学校を卒業後、15歳で奈良に出て靴下工場に就職したが、1年でクビになってしまうと、地元に帰り、盛んに弟子入りするが、これもうまくいかず、ヤクザを志すようになった。そして合田組に縁があった正力は、合田組に入ろうとしたが、母親が反対したため、頓挫することになった。しかし17歳の頃、地元の宮本組に加入し、都政入りした。その後、実兄が大阪に働きに出ていたこともあり、昭和35年、大阪へ移住すると、南道会の岡本正夫の客分として、1ヶ月の間預かってもらっていた。昭和36年頃、三代目山口組、一新会系西崎組へ加入すると、めきめきと頭角を現し、西崎組の若頭へ就任、組織の舵取りを任されていたが、昭和41年、警察による第一次頂上作戦により、一新会が解散すると、正力は愚連隊となり暴れ回っていた。昭和42年5月、山県組の若頭であった、三輪翔太郎の仲介で山県組に加入すると、若頭補佐に起用され、同時期に正力会を立ち上げた。正力は山県組に加入する直前に拳銃を貸していた仲間が、鳥羽嵐で殺人を犯してしまい、強盗幇助で逮捕され、懲役6年の判決を受け、京都刑務所に服役している。京都刑務所の中では、孫子の兵法、三国志、韓非子、三尺物などの本を読んでおり、その中で、笹川の重蔵の一の子分である、正力富五郎の生き様に惚れ、平川茂から正力賢治に改名している。ちなみになぜ正力賢治にしたかというと、そのまま正力とするのは脳がないと思い、正力にして、賢治は山本健一の子供という意味で正力賢治にしている。昭和48年4月、正力は京都刑務所を出所すると、山県組の若頭補佐を降りたが、その後に若頭補佐に復帰して、山本健一のボディーガードも務めた。この頃から、後の五代目山口組組長となる、県流会の渡辺義則会長と、同じく五代目山口組若中となる、県新会の杉秀夫会長と共に、正力会の正力は、山本健一率いる山県組で、山県組サンバガラスと呼ばれるようになっていた。いずれも、山県組では、気鋭の若手武闘派として、周囲から注目を浴び、また、将来を嘱望される存在であった。そして、この山県組サンバガラスが揃って、武闘派として活躍するきっかけとなったのが、ベラミ事件への参戦であった。昭和53年7月11日の夜、京都三条のナイトクラブ、ベラミを訪れた田岡和夫三代目が、松田組系大日本正義団の鳴海清に狙撃されたが、銃弾は田岡和夫の首をかすめたものの、奇跡的に命は取り留めた。しかし日本一の子分を自称する山本健一の怒りに火をつけ、松田組に向けて熾烈を極めた報復攻撃が開始されることになる。山県組サンバガラスの一人だった正力は、山県組の大阪地区の責任者格でもあったため、山県組の中では自分が先陣を切り、松田組に報復するとの決意があり、報復攻撃に真っ先に動いたのが正力だった。同年8月11日の夜、正力会組員が大阪市住吉区の銭湯で、2代目松田組、村田組若頭補佐、浅見義夫を射殺し、報復の戦果を上げ、報復ののろしを上げた。しかし、この事件に関与した、正力はじめ、同会幹部ら7人が逮捕され、それぞれが6年から16年の懲役を打たれた。中でも最長の16年の懲役を受けたのは事件の首謀者とみなされた正力だった。そんな正力は逮捕後に取り調べで舌を噛み刑事の戦闘意欲を失わせ親分や組織を守るため山本健一に指示されたというデタラメな調書を破棄させたというエピソードがある。そして正力は宮城刑務所に服役することになった。服役中には体を鍛え他の囚人に格闘技を教えたり兵法、宗教、格闘技などの本を読んだり、英語の勉強もこなしていたという。そして、後の六代目山口組組長となる、司忍と出会い、
司忍から針絵を作ってもらっている。平成元年4月、山県組の2代目を継承していた渡辺義則が、5代目山口組組長に就任すると、同年6月、正力は内部昇格により、獄中で5代目山口組の直参へ昇格した。平成8年1月、正力は宮城刑務所を出所すると、出迎えに来ていた5代目山口組若頭、匠勝との会話の中で、そのうち正力の席を設ける。若頭補佐で執行部に入れると言われていたが、正力が若頭補佐に就任する日は来なかった。出所後はベラミ事件の報復で千君を挙げていたため、様々なスポンサーや社長連中や新規の組員が集まってくると、服役前は50人足らずの正力会だったが、出所後には600人までに膨れ上がっていた。しかし、5代目山口組で直参となった正力だったが、山県組の初期の頃は、正力の方が渡辺義則より座布団が上だったため、渡辺義則の子分になることには迷いがあったという。渡辺義則5代目の体制下では、気に入らないことも多かったようで、正力は次第に渡辺義則と距離を置くようになっていった。平成16年、正力はプロ空手の興行を手掛けた時に知り合った人脈を通じて、中国河南省、東方市にある少林武術の総本山、スーザン少林寺の祖木大師から弟子と認められた。この頃から引退を考えるようになり、スーザン少林寺が自分にとって進むべき別の道だと感じるようになった。300年以上前にスーザン少林寺のお寺が日本に存在しており、それを再興することを目指すようになったが、そのお寺がどこなのか調べてもわからなかったため、スーザン少林寺を中心とした総合武術の道場を大阪に設立することを目標とするようになった。平成17年、司忍6代目体制が発足すると、正力は引き続き若中となった。平成21年2月、6代目山口組舎弟、後藤組組長、後藤忠政の処分騒動に巻き込まれると、6代目山口組執行部に批判的であった正力賢治は、6代目山口組を除籍され引退。正力会は解散した。平成25年8月、宝島社から、鎮魂、さらば、愛しの山口組を出版、14万部以上のヒットとなった。正力はこの本の中で、自身の経歴、大阪戦争、中野太郎襲撃事件、匠勝暗殺事件、6代目山口組クーデターなどについて語っている。